んん TV のしんやんですすいいつもごご聴ありがとうございます今回ですけども、えー、新型コロナウイルスがですね、えー、今日も東京ですごく爆発的に、えー、感染者数が増えている状況でありますそれで,ですね、えー、ともうでにネット上で流れてますけども結、えー、核菌の予防ワクチンとしてすでに、えー、挙げられている BCG 接種 BCG ワクチンですね これがですね、えーと、新型コロナウイルスのワクチンとなりうるのかといったことについてお話ししたいと思います。えー、世界的に見るとですね、す、え、で、ー、にあのロックダウンをしている都市もありまして、例えばイタリアとか、あるいはその欧米の方ですね、アメリカの方も、まあ、ロ,ッロックダウンとは言わないんですけども、かなり、えー、もう流行されていて、もう中国を抜い,ていたと抜いたといったニュースも流れています。 で世界的に見ると、ですね、この、えー、欧米諸国というのがですね、BCG の予防接種を行っていないというところで,ですね、いう状況でそういったところは新型コロナウイルスが流行、大流行しているとところがですね、日本をはじめとして接種している国ではですね、まあ、流行はしているんだけどもそこまで大流行していないということなのでもしかしたらこの BCG がですね、えー 抑制効果が出ているんじゃないいかという仮説が出てきてきでで、ね、ぜですね、結核菌の予防ワクチンである BCG が新型コロナウイルスに対してですね、えーまあ、抑制効果が出ているかといいますと、えー、とこの BCG ですね、えー、とこの接種目的はあくまでも結核菌の予防ワクチンとしての目的で打つので、当然、結核菌に対する抗体が産生される。 といこれとそれとだけではなくてですね、えっと、抗原を選ばないナチュラルキラー細胞であったりマクロファーズであったり抗原を選ばない、えー、そういう免疫系の方がすごく活性化されるということが言われています。それでですねあの新型コロナウイルスの感染ももしかしたらこの抑制をしたりとかですねあるいは予防接種 BCG の予防接種を受けている人はですね えー、まあ,あの感染されても重症化しなくて、まあ、軽度で済んでいわれていますと,とそれで,ですねえー、っとまあオーストラリアとか欧米の方でもですねそういったことの事実をつか、あのー、んでですねでに臨床試験が始まっている状況でありますで日本でもですねえー、っとこの BCG のワクチン予防接始まったのが大体1951年ぐらいからなんで まあ義務が出た自殺でその時はまあつめりくり反応というところで陽性が出た方だけやっていたといったところの状況があるのでそれ以前ですねの時の,まああのお生まれになっている方70歳超えている方ですねはもしかしたら予防接種の歴史の中では可能性が打っていない可能性が高いということなんで、えー、結核に対するっていう目的ではないんですけどももしかしたら新型コロナウイルスに対するの可能かどうかっていうところも吟味しながら。 今後どのように対応していくかというところが課題として残っているところであります。でまあ,あのそれでですね、今あのこの BCD の対象が乳児、赤ちゃんですね、が対象になっているので赤ちゃんに、まあ、あの3か月以上になったらあの一応こういう抗体を持つこと言われ免疫系がしっかりできて抗体を持つと言われているんですけども大体まあ5か月ぐらいからですね、まあ、国としては推奨されているという部分があるので。あの どん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 自治体からですね、っ、えー、と自らもうちょっと早く前倒しでやってもいあ、やりましょうというふうに手を挙げて声を出している自治体もあるといったような状況であります。で、この,の b c ワクチンがね、出てきたというのは、一つあの、すごく明るい話でして、実はですね、新型コロナウイルスのワクチンができるのにあの、深夜がずっと動画流してますけども、大体1年ほどかかります。 1>, 1年ほどかかるというのはいつまでもですねワクチンができないという不安の中で過ごすのはすごく精神的にもつらい状況でありますそれでですねこの BCG がですねあのそれまで時間稼ぎとなっていただけたらすごくありがたい予防ワクチンだなと思うのにそれに期待したいなと思いますあとはですねあの、まあ、国を挙げて日本としてですねどういうふうに BCG を扱っていくかというところのまあの教養の部分もあるんですけども あのお薬剤のです、ね、供給的な問題もあるので、どの患者さん、どの人から優先的にやっていくのか、もしかしたら高齢の方がやっていいというのであれば、高齢の方がやっていいのかというところは、正直あの、予防ワクチンの高齢者に対するというところ、データを、ね、あの掴んでいないので、一応、任意のところに予防の接種の年齢層としては任意となっているので、打てないことはないと思うんですけども。 これをですね、あの新型コロナウイルスの予防として使っていいのかどうかというのは国が主導としてやるべきところかなと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。この動画に対する高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。今後もですね、皆さんに有益な情報があればどんどんお伝えしたいと思います。失礼いたします。